皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、最近の若い子は男も女もイケメンで可愛くて、コテコテの悪そうな子ってほとんど見ないわよね。男で言ったら、ちょっと昔のエグザイルみたいなのが今の悪ではないのかな。昔みたいなリーゼントとかのようにわかりやすくはないよな。女の子の悪なんてほとんど見ないんじゃない？そうだな、女の子の悪なんて、そんなにもともと存在しないだろ。見た目がユキポヨみたいなのが今の女の子の悪なのかな、ということはギャルみたいな感じか。ちょっと今は、男も女の悪の定義がわかりにくいわね。昔はわかりやすかったということか。そうね、以前の動画でも紹介したけど、昭和のヤンキーというのは非常に見た目からしてわかりやすかったわ。女の子のいわゆるスケバンと呼ばれる人たちも、今よりわかりやすかったわね。スケバンとか久しぶりに聞いたんだぜ。そもそも由来は何なんだ？スケは女のことを指すわ。いいスケ連れてるな、とか昭和のおじさんなんかよく言ったものだわ。そしてバンが番長でスケバンということね。見た目もわかりやすく、北斗晶とか紅やしゃ、イーグル沢井みたいな感じの見た目で、丈の長いセーラー服を着ていたわ。今とは全く逆でスカートの丈を長くしていたんだな。あと全部女子プロレスラーじゃねえか。じゃあ今日はスケバンをモチーフにしたドラマ、スケバンデカについてお伝えしていこうと思うわ。スケバンでデカなのか、よくわからないがしっかり頼むぜ。それではゆっくりしていってねー。スケバンデカは1985年から1987年にかけて実写ドラマ化した、テレビシリーズ3部作が放映されたわ。実写化ということはもともとは漫画か何かだったのか。そうね、1975年12月から1982年11月まで、花と夢、に連載された漫画であったわ。作者は編集者から、不敬さんの話を書いてみませんか？と言われたのが発端で、編集者は刑事もの、作者は学園ものを書きたいと思っており、一度は悪の道に入ったヒロインが、学校に救う悪徳教師などを倒す何かをと思いつつ、特にスケバンを意識したわけではなかったけど、刑事物を書いてほしい編集者がスケバンと決めつけ、スケバンデカ、というタイトルが決定したみたいよ。スケバンとデカっていう真逆の設定が合体したわけだな。心に傷を持つ札付きのスケバンである浅見朝希を警視庁の暗闇警視が、先のジップを殺し死刑判決を受けた母の執行停止を条件に、学生刑事にスカウトしたことがスケバンデカの始まりなのよ。いきなりすごい設定だな。今なら考えられないんだぜ。そして先は学生刑事、通称スケバンデカ、として学園、学校という警察の入り込みにくい組織に次々と起こる事件に挑んでいくのよ。そんなに学校に事件が起こりそうもないけど、そういう流れなんだな。昭和の頃のスケバンデカは第3部まで作成されたのだけれど、第1部のスケバンデカ、浅見朝希役には斉藤由貴が抜擢されているわ。斉藤由貴が高校生役とか、時代を感じさせるな。当初は浅見朝希役に宇佐美ゆかりが内定していたけど、他の映画と撮影時期が重なったために、宇佐美が降板したことで斉藤由貴が起用されたわ。そうだったんだな。斉藤由貴で初めから行くつもりではなかったんだな。斉藤由貴に不良っぽさはあまり感じないもんな。スケバンということはそれなりのバトルシーンもあるわけだろ。そうね、主にヨーヨーを武器に戦うわ。ヨーヨー、懐かしすぎるんですけど。敵の目の前にヨーヨーを投げた後、組み込まれている桜の大門を見せ、高野葉学園2年 B 組浅見朝希、またの名をスケバンデカ、で始まる名乗りの短歌を切り、さらに続けて、スケバンまで張ったこの浅見朝希が、何の因果か落ちぶれて、今じゃマッポの手先。笑いたければ笑えばいいさ。だがなてめえらみてえに魂までは薄汚れちゃいねえんだぜ。と自分の学生刑事になった経歴を紹介するわ。なかなかしっかりと自己紹介するんだな。あ、ちなみにただのヨーヨーじゃないからね。10号金のヨーヨーなのよ。あと浅見朝希は左利きよ。10号金のヨーヨーとか見たことないぜ。利き腕はどっちでも良いんだぜ。これは少年院での仲間のリンチにより、右手の骨を潰されたことが原因で左を使うのよ。そういう設定があったわけだな。なかなか細かいな。
ちなみにこのドラマの結末はどうなるんだ？学校に平和な日常が戻る的な感じか。水地一族という噂宮崎の宿敵がいたのだけれど、鷹の葉学園を戦略拠点として、経営権を乗っ取り、新理事長として就任して鷹の葉学園の全権を掌握して、従来の教師や生徒たちを追放し、代わりに裕福な家庭の子供たちを転校させて洗脳教育を施し、やがて彼らが親の後を継いで日本の指導的立場になった時、それを背後から水地一族が操り、最終的に日本支配を目論むことが夢であったわ。すごく壮大な夢だな。しかしその野望は先とその仲間たちに阻まれ、最後の対決で先のヨーヨーを受け、倒れるところで工場を爆破させ、地震と共に先を生死不明の状態にしたのよ。最後は割と不穏な感じで終わるわけだな。そうね、それというのも主演の斉藤由貴が NHK 朝の連続テレビ小説のヒロインに抜擢されていたために、スケジュールが合わずにクールで終了するのよ。そういう裏事情もあったわけだな。昭和って行き当たりばったりでこういうの多そうだよな。そしてこの後にスケバンデカの続編が、主役を変えて続いていくのよ。まだ続くのか、これで終わりではないのだな。そうね、当時は人気ドラマであったから続いたんだと思うわよ。なるほど、続編はどんなものであったんだ。朝宮崎というのはコードネームとして引き継がれるのだけど、2代目スケバンデカ、5代陽子役には南野陽子が抜擢されたわ。なんのちゃんもかなり懐かしいな。この2代目の設定が、もしかしたら一番ヤバいかもしれないわね。どういうことだそれは。高知県土佐清流高校出身。土佐では、四国全体のスケバングループからスケバン鉄仮面として恐れられていたわ。幼い時から鉄仮面を被らされ、小、中、高と仮面のままで通学していたわ。そんな学生いないだろ。普通の疑問だが、なぜ鉄仮面を被っていたんだ。南野陽子が演じる五代陽子は命を守るための偽名で、実は本名は早乙女しおり。彼女の父親は古代秘宝の研究家で、その研究を狙う組織から送り込まれた女スパイと父親が結婚し、早乙女しおりが生まれるのだけど、スパイとして送り込まれた母親はしおりが生まれると、組織を裏切って家族を守ろうとしたのよ。裏切ったことによって、組織から家族が狙われることになったために、しおりを守るために鉄仮面をかぶせ、顔がわからないようにしたのが始まりね。それって普通に考えたら余計目立つけどな。この子はめちゃくちゃ怪しいですみたいに、言ってるようなものなんだぜ。そうね、当時からツッコミどころ満載で、17歳頃まで一度も鉄仮面を外すことなく暮らしてきたとされたけど、視聴者からは、じゃあ10年ぐらい顔も髪の毛も洗ったことがないのか、それであんな綺麗な顔、髪の毛に成長するわけない、と指摘されることも多く、制作側も、それではビジュアル的にまずいだろう、と判断し、初めて鉄仮面を外されるシーンを撮影したとのことだったわ。主演の南野陽子は、初主演となるこの仕事が決まった時に大層喜んだが、鉄仮面を被っている、という設定を知るや、中の人、か、とひどく落胆したと言われたわ。ずっと鉄仮面で行こうとしたこともすごいけどな。だったら何のちゃんじゃなくてもいいもんな。ちなみに武器は相変わらずヨーヨーだったのか。初代同様、敵の目の前にヨーヨーを投げた後、組み込まれている桜の大門を見せて、鉄仮面に顔を奪われ、トートナナトセ、生まれの証さえたたん、このあてが何の因果かマッポの手先。で始まり名乗るところも一緒だけど土佐弁というところに変化があって、おまんら、許さんぜよ、という決め台詞であったわ。あてー、がなんて土佐の人も言わないだろきっと。あと、この2作目から仲間が登場するのよね。鉄仮面の仲間か。陽光死体、陽山高校に転校してきた財閥の総帥令嬢矢島ゆきの、古武道の達人で、ふくさ、ご祝儀袋を包む布、やことの爪、なぎなたなどを武器に戦うわ。ふくさなんて武器にならないだろ。中村京子、通称、ビー玉のお経？その名の通り、ビー玉を武器に使用し大量にばらまいて追手を転ばせたりもしているわ。これもなかなか香ばしい設定だな。矢島ゆきのを演じる吉沢明恵は、
学業との両立が困難になってきたため、目を患って入院するという設定にして一時戦線離脱していたけど、後半は復帰しているわ。なお吉沢はテレビ番組夕焼けにゃんにゃんでアイドルを探せスケバンデカパート2スペシャルで2代目浅宮咲として選ばれ、おにゃんこクラブ加入とともに本作への出演が決まったものの、咲役は前述の通り南野陽子に変更されているのよ。主役と思いきや、違ったわけだな。結構かわいそうだな。今でもこういう設定変更あるのかな、昭和ならではかやはり。中村京子役の相良春子はショートカットで、面倒見が良い姉御派だ。ドラマの設定では家族はおらず、一人暮らしをしているわ。転校してきた陽子にかじっていたリンゴを投げつけるが、後ろを向いたまま受けられた挙句に片手で握りつぶされて驚愕するのよ。その後陽子と対決の後に実力を認めて親友となるわ。後ろを向いたまま受けるとか、常人並みだな。この相良春子が全体を通してスケバンとしては敵役であり、イメージとしてはバッチリであった気がするわね。そうなんだな、昭和のスケバンイメージは相良春子か。第2作の最後はどうなったんだ。超簡潔に言うと、敵とのバトルが終わり普通の学校生活に戻るのだけど、転校生が紹介されそれが2代目浅宮咲で、新しい生活を早乙女しおりとしてスタートさせるという形で終わるわ。これは無茶苦茶だけど、不穏な終わり方ではないな。そして最後にスケバンデカ3へと続いていくわよ。このような形で1、2、3が連続して続くドラマも珍しいよな。そうね、ここら辺も昭和ならではね。シリーズ第3作目は、当初はシリーズ番外編のスケバン忍法帳として企画されたもので、本来のスケバンデカ3は、映画第1作オーディションの優勝者を主人公役に配して、スケバン忍法帳の後に制作される予定だったけど、諸事情でスケバン忍法帳がスケバンデカ3となったわ。スケバンとデカもスケバンと忍者も設定のぶっ飛び方は同じレベルであるけどな。今回もスケバンデカ2同様に3人の設定となるのだけど、3に関しては3姉妹という設定であったわ。2でなんとなく良い手応えを感じたんだろうな。風間三姉妹の松前で主人公の風間ゆえ役は浅香ゆえで、宮崎では小手川高校第二木村分校で九州にこの人ありと言われた大助番を名乗っていたわ。育ての親である大安を将から東京行きを命じられ声優学園に転校。1年 B 組の生徒となり、同時に3代目浅宮咲を襲名するのよ。大助番とか癖がすごい。また初代、二代目と違い、当初ヨーヨーの使い方が下手で、誤って次女のユマに当ててしまったこともあり、ヨーヨーの修行を命じられたこともあったわ。ドラマの設定としてヨーヨーの使い方が下手であったわけだな。風間三姉妹の長子は風間ゆかで大西ゆかが演じており、通称、折り鶴のゆか。金属製の折り鶴が武器だったわね。声優学園の裏番で沈着冷静で学業も優秀な上、家事もそつなくこなすしっかり者で、ゆえとゆまが喧嘩をした際には、長女らしく二人を叱咤することがあり、いい加減にしなさい、というセリフがおなじみであったわ。金属製の折り鶴とかやばいな、どこに売ってるんだよ。風間三姉妹の次子は風間ゆまで中村ゆまが演じ、通称、リリアンのゆま。リリアン棒と糸が武器なのよ。声優学園の総番で、強気で意地っ張りな性格で、ゆえとは良くも悪くも喧嘩仲間。姉であるゆかには頭が上がらず、甘えん坊な一面も見せる。学業はゆえ同様苦手だが、自作のカンニンググッズを使い、テストを受けていることもあったわね。この全シリーズの武器が、全員変なのよ。武器にならないだろ。ちなみに中村ゆまは男組の前田光陽の元奥さんだけどね。そうなんだな、今は女芸人の海原智子と結婚しているな。それでこの3の最後はどうなるんだ？最終回の1話前で、姉であるゆかとゆまが敵にやられてしまい、最大の敵を倒す力を手に入れるためには、ゆえは最愛の姉妹を見殺しにしないといけなかったのよ。まあまあ、その設定もおかしいんだけど、そうなんだな。それでどうなるんだ？ゆえはギリギリの心情で戦い、敵を倒し、平和がもたらされ、でも誰もいなくなったわ。そして最終回、
敵を倒したユイが郷里、宮崎に帰省すると、昔遊んでいた男の子たちが手厚く出迎えてくれる。そこで嬉しそうな顔をするんだけど、お姉ちゃんたちがいなくなった、ということを、一人になった時に痛感し、涙してしまうの。そこでエンディング曲が流れ、そんなユイの前に、ユカとユマが現れ抱き合って再会を噛みしめた後、普段通りにユイとユマの姉妹喧嘩が始まり、ユカがいい加減にしなさい、と叱ったところで、ジ、エンドとなるのよ。めちゃくちゃやんけ。なのでトータル夢の中の話か、現実に戻ったのか曖昧な終わり方ではあったわね。スケバンデカシリーズは全て夢の中の世界と同じぐらい設定がやばいな。これを昭和の人は熱くなって見ていたということか。そうね、毎週欠かさず見ていたわね。また DVD を借りてみたいぐらいであるわね。視聴者様の中でもスケバンデカシリーズに強い思い入れがある方はぜひコメントお待ちしております。それでは今日はこれで終わります。皆様ご視聴ありがとうございます。